性が働きやすい街、しっかりと女性の意見を聞き入れてくれるような街づくりしてほしいですね。女性が活躍できる社会行きたいです。やっぱり私サブカルチャー大好きなんで、サブカルチャーを満喫できる世界ってやっぱり大事だと思うんですよ。満員電車が本当に無理です。あ、わかります。下打ちがそこら中で響き渡ってて嫌いです。朝一からちょっと悲しい気持ちになるので、下打ちはやめてほしいですね。はい、はい。I don't like overcrowded trains in the morning and the evening, and I think that the locals should learn at least one international language, at least basics. 世界に誇れる東京だな。正義はみんなおかしいんだよ。おかしいんだよ。我々だよ。これが積み上げると、うん、議員でしっかりしてほしいって、うんうん、それでいいんじゃない、うん、いいんじゃない、だから常識を持ってほしい、持ってほしいって、持ってくださいって、ね、うんうん、そうだって、分かった。でもさっきも今、まあ、男性も女性もこう積極的に結婚に向かって、ね、こう進んでいける夢を持てるような街になればいいなと思います。男政治の腹芸がなくなり、クリアな政治になってきました。東京都民は楽勝になります、これから、うん、命と暮らしを守る東京を希望します。安心して楽しめる、あ、いいですね。具体的には